どうも、ハリガネです。かなり身長差ありますね。いや、ほっとけ、うるさいな。はい、まあ、今日のテーマは何ですか。はい、今日ですね、はい、まずはスプレーノズル、はい、いろんなところで使われてまして、はい、まずは洗浄ですね、はい、あとは塗布、はいはい、それから冷却、冷却、いろんなところで使えるんですけども、今日はその4つ目、はい、加湿ですね。おお、なるほど、加湿で、はい、具体的にはこの加湿器、はい、弊社のアキミストという加湿器なんですけれども、はい、これを使ってこの部屋、後ろの部屋ですね、はい、を霧で充満させたいと思います。なるほど、やってみた動画ってやつですか。そうですね、はい、もう少し具体的に説明しますと、はい、例えば森の中とかでですね、はい、朝方に深い霧に包まれる、はい、なんとかイメージできるじゃないですか、はいはい、先が見えないぐらい。あ、ですです、はい、そういうのを再現できたらなと思ってます、はい、おー、なるほど。で、そういう状態は湿度 100% という状態ですね、はいはい。ちなみに湿度 100% ってどういうのかちょっと説明してもらえますか、はい、よくインターネットとかで、うん、湿度 100% って水の中なんじゃないかっていう質問多いんですけど、うん、実際どうなんですかね。結構そのあたり知らない方もいらっしゃるんじゃないかと思います、はい、なので、説明していくと、湿度っていうのはですね、はい、どういうことかっていうと、はい、空気中の中に含むことができる水蒸気の量って決まってるんです、はい、で具体的に言うと、はい、この気温20度、はい、で、はいはい、1m×1m×1m 空間ですね、うん、には水蒸気ってマックス 17.3g 含められることができるんですね、はい、なるほど。で、そこに対してそのパーセントですね、例えばその 17.3g の 60% 分、うん、10.3g しかその空間に含まれていないよっていう時は湿度 60%、はい、そういうような見方をするんですね。なるほど。なので今からする湿度 100% っていうのは、はい、この例えばこの環境だともうこのマックスまで水蒸気にさせてあげようと、この加湿器を使ってですね、はいはいはい、それを今からやっていくということですね。なるほど、これがいわゆる相対湿度ということですね、うん、そうです。なるほど、じゃあ実際に後ろの部屋湿度 100% にやっていきましょうか。はい、はい、ではやっていこう。はい、では部屋に移動してまいりましたけれども、うん、実際にですね、噴霧器の方をつけていきたいと思います、はい、でこの部屋にはですね、こちらの2つ加湿器がついてるんですけれども、それと向こうにも2つついてますね。はい、はい、今つけ始めました、はい、はい、ここからは早回しでやっていきたいと思います。はい、湿度も 60% まで上がって、かなり自然の霧に近づいたような印象があります。ここで一つだけ解説です。このまま水を噴霧していても壁が濡れないのがアキミストの特徴です。通常の加湿器であれば左側のように物にぶつかると濡れてしまいます。ただこのアキミストですね、非常に細かい粒を噴射しますので、壁に当たっても跳ね返すことができます。壁を触っても意外とサラッとしていますね。それでは引き続き湿度を上げていきます。はい、ということで今この部屋湿度 100% の環境になってるんですけれども、実際にですね 100% っていうのはですね、植物とか育てているようなお客様、あとは人工的に濃霧をお使いいただいているお客様とかですね、このような環境にしてお使いいただいております。では今回の動画もここら辺で終わりにしようと思うんですけれども、さっきから金高さんがいないですね。まあいいか。ではチャンネル登録と高評価もお願いします。あれ、いたんですか。元からここにおるわ。